アメリカ共産党、アメリカ合衆国共産党、アメリカ合衆国共産党、c p スサとはアメリカ合衆国の政党、共産主義とマルクスレーニン主義を掲げ、1919年から1950年代後半にかけては、同国で最も重要な左翼組織の一つだった。1919年にアメリカ社会党から分離した二つの、 政党アメリカ共産党と共産主義労働党が1920年代初頭に合同して成立。最初、党名はワーカーズパーティーだったが1929年に現行のアマヤニストパーティーオブザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカへ改名する。当局の弾圧もあって1920年代は停滞したが、1929年の世界恐慌を機に勢力を拡大し、 1930年代に最盛期を迎えた。1933年にドイツで国家社会主義ドイツ労働者等が政権に就いた後、コミンテルンの人民戦線戦,戦術を採用して、リベラル勢力と反ファッション戦線を構築したが、ソ連追従政党だったため、1939年の独ソ不可侵条約締結で反ファッション戦線と手を切った。 1941年の独ソ戦開始後には、反ファッショ戦線に復帰するも、アメリカリベラルと共産党の間には、決定的亀裂ができ、二度と修復されなかった。戦時中には、アメリカ政府に戦争協力を行ったので、革命路線は、急速に交代。1943年には一時解散されている。戦後にの主導で再建されたが、冷戦撃化とともに、 取り締まりが強化された。とりわけ赤狩りで壊滅的打撃を受けた。さらに1950年のや1954年のなどにより実質的に非合法化された真っ赤らんない治安維持法は冷戦終結に伴い1991年に廃止された。アメリカの風土もあって統制も伸びてはいないとされる。一方で日本共産党機関紙新聞赤旗によれば 2016年米大統領選挙におけるサンダース旋風により、ミレニアム世代を中心に若者の加盟者数がアメリカ民主社会主義者、ディーセなどと同様に増加しているという、アメリカ共産党関係者の証言として、ディーセに物足りなさを感じた若者を中心に、道党を加入する事例が出ていると報道している。1919 19年9月1日、 モリス・ヒルキット率いるアメリカ社会党の改良主義的な路線に反対して離党した左派党員により結成。当初はアメリカ共産党とアメリカ共産労働党に分かれて出発したが19,215月に統合した。発足時点の党員のほぼ7割はアメリカ国籍を持たない外国人、とりわけ東欧系ユダヤ人で占められていた。 恩恵派の社会党がわずか4万人の規模だったのに、対し結成から1ヶ月で共産党はアナーキストやその他の求心派も含め6万人の党員を獲得した。一時党員は数万人に達したと言われているが、1920年1月の司法長官ミッシェル・パーマーによる一政権によって数千人の党員が逮捕され、 特に海外生まれの党員は国外追放されて大ダメージを受け1920年代は沈滞する。共産党は地下活動を余儀なくされ当局の弾圧を避けるため何度か党名を変更した。1928年、ジェームズ・キャノンやマックス・シャハトマンダ・トロツキストが党から追放された。後に彼らはアメリカ共産主義者同盟を結成し、 1937年には第4インターナショナルの加盟政党を出る社会主義労働者党を結成した。1929年に大恐慌が米国を襲い、労働運動や社会改革運動が再び対等の兆しを見せる中で、共産党は学生運動や労働運動、公民権運動などに着手し、大衆運動に影響力を拡大し始める。 他方で1930年代には、スターリンのモスクワ裁判を支持するなどの協情主義的、硬直的な態度は、知識人や学生に厳滅を与え、後に、ニューヨーク知識人と呼ばれるようになった、社会学者のリチード・ホフスタッターや、ダニエル・ベルラは離党し、敵対していく。1932年全国産業復興法、NIRA が議会を通過し、 翌1933年にはヒトラーがドイツで政権を掌握すると、それまで対立していたアメリカ労働総同盟、AFL に党員を大量に入党させるなどた勢力の協調の道を探り始め、コミンテルンの人民戦線路線を積極的に採用し、ニューディール・リベラルなどとの共同関係を強めて、反ファッション運動の一翼を担う。その中でも、とりわけ有名なのは、 スペイン共和国支援のための国際旅団、エイブラハム・リンカーン大隊である。リンカーン大隊は労働者を中心とする義勇兵の部隊で、1938年に撤退するまで前線で戦い続けた。リンカーン大隊の副官オリバーローはアフリカ系アメリカ人で、彼は合衆国の歴史上、白人と黒人の混成部隊では、初の黒人指揮官だった。 また、水事兵のジャックシライは、日本の函館から来た移民だった。1936年の大統領選では、当主アール・ブラウダーが、アメリカ社会党の大統領候補ノーマン・トーマスに、対し、副大統領候補として出馬することを提案したが、拒否されている。また、アメリカ南部では、黒人運動の組織化を進めるなど、先駆的な取り組みもなされた。 1931年、アラバマ州スコッツボローで9人の黒人少年がレイプの冤罪で逮捕され、死刑判決を受けたスコッツボロー事件では大規模な釈放運動を行い、最新の上釈放を勝ち取った。1939年頃には、党員数はおよそ10万人に達したと言われている。党員のほぼ7割はニューヨーク州に集中していたと言われ、 同志議会などで議席を獲得したこともあった。また事実上の講演政党であったアメリカ労働者党からは会議員を当選させてもいるニューヨーク、州また同時期に台頭したアメリカ産別会議、CIO 内にも影響力を拡大し、第二次世界大戦中には CIO 参加の労働組合執行部の3分の1を握っていという説もある。このほかアメリカ共産党は 第二次エチオピア戦争や日中戦争に対する反対運動を起こし、政府に対して戦争物資の対日出荷停止を要求した。しかし、1939年の独祖不可侵条約を受け、同等が反ファッショ戦線を事実上放棄したことが、共同関係にあったリベラルや一部の宗教者に取り返しのつかない厳滅感を与えてしまった。 戦後のアメリカリベラルの反共主義の根拠はこの事件にあると言っても過言ではない。その後ドイツがソ連に侵攻し、独ソ協定が破棄されたことで、同党は再び反ファッション戦線に復帰するが、もはや共同関係が戻ることはなかった。戦時下では第二次世界大戦を反ファシズム戦争であるとみなして、ルーズベルト政権に積極的に協力し、 ストライキなどのサボダージュ的行動にも抑制的になり、アメリカ陸軍隊員のアレクサンダー・シュアやハイマンベイド・ヒャーラ数人の党員はアメリカ軍から勲章を授与されている。初期長 R ・ブラウダーは愛国心から党のアメリカ同化路線を追求、急進的、革命的路線は交代。そして1943年にはコミンテルン解散に合わせ、もはや党は必要ないとして、 アメリカ共産党は回答した。残党はアメリカ共産主義者協会に改組された。しかしこうした恩恵路線は冷戦の開始とともに否定され、1945年にフランス共産党幹部のジャック・デュクロがブラウダーを批判すると共産党は再組織化され、ブラウダーは追放される。戦後の主導でアメリカ共産党が再建された。司法省。 FBI などの公安機関は、戦時下でも共産党への監視を緩めることはなかったが、党が恩恵路線を取っていることと、ソ連が連合国軍であることから、目立った逮捕、起訴は行わなかった。しかし、1947年のトルーマンドクトリン以降、冷戦激下の下で、本格的な取締りに乗り出す。その行使が1949年の、である、同事件で、 ベンジャミン J ・デイビス・ジュニア党議長や、友人デニス書記長、以下7人の幹部が、実力あるいは暴力による政府の転覆を衝動した、ド・でニリ逮捕、起訴され、同年暮れには、連邦最高裁が、有罪判決を下した。そして、第二波、第三波と検挙が行われ、党の幹部組織は、壊滅的なダメージを受けた。また、リチャード・ニクソンの会員非米活動委員会や、 ジョセフ・マッカーシーによる赤狩り、マッカーシズムは党のイメージを著しくダウンさせることになった。1940年代後半から党員数は激減し、1950年代末には2000人程度にまで減少したと言われる。1950年の及び1954年のによって実質的に非合法化された。マッカラン国内治安維持法は、 冷戦終結に伴い1991年に廃止された。1956年のハンガリー動乱及びニキータフルシチョフによるスターリン批判は共産党内に大きな衝撃を与え、数多くの党員が離党した。この後しばらくの間、党は民主化されたかのように見えたが、が、党首となると民主派は追放され、党は再び反修正主義に傾いた。 一方で、同じ反修正主義の立場を取る毛沢東主義者と対立し、1961年に毛沢東主義者が離党して進歩的労働党、プログレッシブレーバーパーティーを結成した。その後、公民権運動やベトナム反戦運動など、社会運動は、再び活発化し1970年の時点で2万5千人ほどの党員がいたが、 共産党が1930年代のような役割を果たすことはもはやなかった。共産党はベトナム戦争の即時停戦を主張せず、北ベトナムの指導部とアメリカ政府の交渉を主張し、他の左派勢力から非難されたが、実際にはこの主張は北ベトナム側の考えと一致していた。一方で共産党は官僚主義及びソ連との友好関係のために震災欲から、 県をされていた。ソ連崩壊までは、ソ連共産党アメリカ支部と、揶揄されるほど、ソ連によりであった。1984年以降には、大統領選への出馬を停止した。その後は、グレナダ侵攻や中米の反共政権への支援に、対する反対運動を展開した。1987年11月7日には、ガスホール党首と、 アメリカ共産党幹部ジャルビスタイナーがソ連革命記念日の式典に参加、ソ連のテレビ局のインタビューを受けた。1980年代半ば以降のミハイル・ゴルバチョフによるソ連民主化改革に反対。1989年にはペレストロイカとグラスの質に反対したことを理由にソ連から資金援助を打ち切られた。1991年のソ連崩壊時には マルクスレーニン主義を捨てるかどうか、党内議論が起きたが、結局維持された。ソ連崩壊後は、党員の減少と高齢化に苦しんだが、現在のところ推計1万5千人の党員を維持している。党のウェブサイトでは、社会保障削減反対、移民の権利拡充、女性への暴力反対などを訴えている。2011年から、 ニューヨークのウォール街で始まり、その後全米へ広がった反資本主義運動、ウォール街を選挙せよにも連帯を表明した。2008年と2012年の大統領選挙では、バラク・オバマを推薦し、彼の当選を人民の勝利とした。2016年アメリカ大統領選挙以降、民主社会主義に飽き足らず、さらに過激な思想を追求する若者の支持を受け、 実に70年ぶりに統制の拡大を受けている。週刊誌ピープルズ・ウィークリー・ワールド月刊誌ポリティカル・アフェアズを出版している。1982年に日本共産党との関係が断絶したが、その後2004年1月の日本共産党第23回大会に東北議長が来賓として24年ぶりに参加、祝電も送っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。